今回に関してはトイザらス神ですね。はい。作業着を着るのは2ヶ月ぶりです。皆さんこんにちは。重症のグルだ。ヒロゲだ。はい、ということで皆さん改めましてお久しぶりです。はい、私ヒロゲ、まあまだ活動休止中なんですけど、今回は特例で活動を再開します。まずは皆さんにまあちょっと報告があります。はい、私ヒロゲ、この度徳島県の建設会社に内定いたしました。いやー、もうめちゃくちゃ嬉しいです。来年からは建設会社の社員の一員として戦力として魅力を発揮したいと思ってます。僕の就職活動の話についてはこれで以上です。はい、ということで今回の動画はついに届きました。これ届いた瞬間僕も本当にもう早く開けたくてたまりません。はい、よっと。はい、こちらアマゾンからついにあれが届きましたので開けます。では今回届いたものを見せます。それがこちら。はい、あれ見えない。あ、見えた。わーい。はい、今回届いたものはこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオレゴルイージスターターセットです。はい、もう今話題になっているレゴスーパーマリオのルイージがついに発売されました。めちゃくちゃ楽しみにしてました。僕はマリオより実はルイージ派です。はい。いや、もう本当嬉しいです。ちなみにこれ発売日が7月の11日だったんですけど、その時僕就職活動でどうしても開けれなかったんですけど、ついに開けることができます。いや、もうすごい嬉しいです。で、今回僕これ Amazon で買ったので、はい、こちらのポーチもついてきます。はい、レゴルイージの動画は次の動画で紹介します。はい、結構長くなっちゃったんですけど、今回の動画はこちら。はい、こちらレゴスーパーマリオのキャラクターパック2を開けます。なんでいきなりキャラクターパック2開けるのかというと、こちらのレゴスーパーマリオのキャラクターパックなんですけど、なんとトイザラスで実質3個買うと1個タダというもう大セールをやってます。キャラクターパック2の1個の値段は500円なんですけど、今トイザラスで3つ買うと1500円のところなんと1000円になるので9個買ってきました。なのでこれ全部合わせて3000円です。もしセールをやってなかったら4500円でした。めちゃくちゃお得です。キャラクターパック2に関しては全部コンプリートしちゃってるんですけど、今回はやっぱもうなくなっちゃうということもあるので、今回は2体目欲しいということもあるので、今回はこちらを開けます。はい、それでは開けます。先ほども言ったんですけど、3つ買って1000円ってめちゃくちゃお得ですよね。今回に関してはトイザラス神ですね。はい。ちなみに先ほども言ったんですけど、僕このレゴスーパーマリオのキャラクターパック2は全部コンプリートしてるんですけど、この中で2体目欲しいというのであれば、プロペラ兵法とコトンとカニボー、この3種類です。今回は毒キノコは選んでません。なんでかっていうと、毒キノコに関してはもう触った時点で分かっちゃうので、今回はとりあえずこの3体が1体ずつ出てくれたらめちゃくちゃ嬉しいです。では1個目開けます。ではいきます。せーの、よっと。ん、これなんだ。あ、やった、カニボーだ。やった、1個目はカニボーが出ました。では2個目開けます。ではいきます。せーの、よっと。やった兵法だ。あ、じゃなくてプロペラ兵法だ。はい、2個目はプロペラ兵法が出ました。はい、では3個目開けます。いただきます。せーの、よっと。ん、これなんだ。あ、これは、あ、あ、どうぞどうぞ。あ、これはパタクリ棒、あ、パタクリ棒じゃなかった、パラクリ棒だ。やった。はい、3つ目はパラクリ棒が出ました。では4つ目開けます。いや、もうコットン出てほしいな。いただきます。せーの、よっと。ん、これなんだ。あ、これは、あ、そうだ、霧吹きだ。はい、4つ目は霧吹きが出ました。はい、では、5つ目、開けます。いただきます。せーの、よっと。ん、これなんだ。おー、パタメットだ。あ、全然いい。あ、はい、5つ目はパタメットが出ました。では、6つ目、開けます。今のところ全然ダブってないですね。え、もしかしてこれ、毒キノコ以外全部コンプリートするんじゃないかな。まあ、それは、まあ、ないですよね。いただきます。せーの、よっと。ん、これは、あー、わー、カニ棒だ。はい、6つ目はカニ棒が出ました。では、7つ目、開けます。いや、もうこれ、コトン出なかったら、もうどうしよう。アマゾンで買おうかな。普通に、まあ、出ようが出なかろうが、まあ、持ってるんでいいんですけど、まあ、やっぱ2体目欲しいんですよね。いただきます。せーの、よっと。ん、これは、あー、これは、名前忘れちゃった。確か、逃げぷく、あ、そうだ、トゲぷくだ。はい、7つ目はトゲぷくが出ました。では、8つ目開けます。ポットンって結構小さいパーツ入ってるので、
多分これコトンなんじゃないかな。せーの、よっと、うん、あー霧吹きだ。うわマジか。あっちゃ、ああ、はい、8つ目は霧吹きが出ました。これで確か4体目か5体目です。はい。はい、では最後9個目開けます。もう泣いても笑っても最後なので、これでコトンを出したいです。いただきます。せーの、よっと、うん、うわあ、コトンじゃない。でも、あ、やったプロペラ兵法だ。あー、でも最後の最後でコトン出てくれたらすごい嬉しかったんですけど、いや、出ませんね。あちゃー。はい、9個目はプロペラ兵法が出ました。はい、今回の結果はこのようになりました。今回出たのは、カニ棒とキリフキーとプロペラ兵法が2個ずつで、パタメットとパラクリ棒とトゲプクが1体ずつでした。あー、でもやっぱ個人的にはコトン欲しかったな。コトンについては、まあどうしよう。トイザラスのオンラインストアでまた買うか、それか単品買いするかですね。まあそれについてはまあちょっと考えておきます。はい、今回の開封で出たものを一気に組み立てました。やっぱレゴマリオのキャラクターパックいいっすよね。あー、でもやっぱ個人的に言えばコトンはやっぱ出て欲しかったなって思います。はい、僕が今まで開けてきたレゴマリオキャラクターパックを全部並べるとこんな感じです。いや、やっぱいっぱいあるだけでもうすごいですね。今回僕レゴスーパーマリオのキャラクターパック2は合計21個買いました。もう箱買いですねこれ。いやでもやっぱ箱買いもいいんですけど、僕はどっちかっていうと箱買いする資金もあんまないので、まあこうやってちまちま買っていってこうなったんで、結構箱買いよりかはまあ偏っちゃったんですけど、箱買いと違う良さがあってこれはいいですね。いやもうレゴマリオのキャラクターパック第3弾はそうですね、箱買いしたいな。あ、そうだ、僕どうしてもやりたかったことあるんだ。このカニ棒の腕を両方ハサミにしたい。おー、こうなるんだ。このカニ棒なかなかいいですね。まあ実際のゲームではあんま出ないんですけど、こういうことできるのは本当レゴならではですね。はい、レゴスーパーマリオキャラクターパック2はこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオキャラクターパック2を開けました。まあ今回の結果についてなんですけど、まあコトンはちょっと出なかったんで残念だったんですけど、まあそれでも欲しかったカニ棒やプロペラ兵法が2体ずつ出たのでめちゃくちゃ嬉しかったです。コトンについては単品買いするか、それかまたトイザラスに行くようがあれば、まあサーチして買おうと思います。僕もこう言って動画撮るの結構久しぶりなので結構楽しかったです。あ、しまった、これ開けてないからまだ言えないや。はい、ということで次の動画ではこちらのレゴスーパーマリオレゴルイージセットを開けてレビューします。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン、高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。